おお、簡単にゲットしたな。動きそうで怖い。大佐、もう負ける気がしねえよ。銃とかもう勝っただろこれ、何も怖くねえ。あ、もう勝ったなこれ。私の勝ちだ、これでいける。ほな、もう銃なんか手に入れちゃったらね、ホラーゲームになって楽勝なんだよ。お、弾ゲッチュー。こっちは開かないな。で、ロックされてるってからこれ使うのか。違う。あ、いた。暗い。ちょっと暗いな。携帯と一緒に持つことできるのか。あ、いけた。あ、いけてない。暗い。え、あ、いけた。すげえな、左手で。あ、でも、あ、命中率がすごい悪い。左手だから悪いのと、あと狙いつけられないね。うわ、どうしよう。これだったらナイフの方がいいような気がしてきたな。勘弁して。オッケー、クリア。あ、そうか、こっから戻ってきたのか。一周したけど収穫は10のみ。次、あ、でもなんかこの鍵はホールのドアが開けられるって書いてあるけど、ここ入ったな。ホールのドアが開けられる。はい、こんにちは。結構銃の弾はあれなのか、貴重なのかな。開かないドアがあったはずだから、それを開けようか。セーブしよう。セーブは大事だ。よし、俺を舐めちゃいけない。銃さえ持てば一人前だからな。銃がなかったらただの普通ですから。OKOK。 ここはいいでしょ、向こう側からロックかかってて。あれ、こっち入れたっけ。入ったか。ここ入ったけど何もなかったんだよな。ここは何もないのか。やはり何もないな。戻ろう。どう、持つ順番を変えたらいけるとかあんのか。いや変わらないね。うん、携帯は右手に持つのがこの人のポリシーみたいだ。さあ、道に迷ってきたぞ。ややこしくなってきたな。鍵ゲットしてもどこ次行けるのかいまいちわからんな。ボールの鍵って言うけど、鍵がかかってる場所を探さないとね。何度ここに戻ってくるんだ俺は。この部屋好きだな。舞台はマンション。今はマンションですね。マンションの4階にいるね。人が助けを求めてる人がいるから、その人を助けようとしてるんだ。この先で良さそうなんだが、まだ2階かな。
あ、このドアだな、ホールだからこれだ。開いた開いた。さあこっからがまた勝負か。いくぞ。マジか。そうか、銃手に入れたから奴ら容赦なしに攻撃してくるっていうか。音楽怖い、音楽が怖い、音楽怖い。銃一丁で持つか。暗いな。だけど命中率が悪すぎるんだな。なんて書いてあるんだ。3つ目が出てきたぞ。俺には子供を殺す必要がある。俺は子供殺したいって書いてある。でもエレベーターが止まってしまった。ホールで止まってしまった。音楽うるさいな。シークレットコード。なんか止まってしまったエレベーターを動かすにはシークレットコードが必要なのかな。こいつは何か知ってるみたいだな。てかその殺人、うわあ、ここ何？すごい血みどろなんだが。Do not enter って書いてあるけどさ、こんなとこ入りたいやついないだろ。ああ、絶対ここ入らない。あ、もうこの上暗いよ、もう。これナイフの方がいいんじゃないか。でも2体出てきたら倒せねえもんな。今のうちに。よし、命中率 100% 来てるな。怖いな、動き方すごいゴキブリみたいな音するな。引っかかってるのか。暗い暗い暗い。あ、いる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 。3発も必要なのか。待って、割に合わないな。3発ヘッドショットで当ててやっと倒せたな。ああ、 OK。 他にはいないな。よし、タマゲッチョだ。さっき俺が撃ったから血が飛んだのか。ここまで開かないね。この先は弾が落ちてただけだな。エレベーターここで止まってるね。もう進む場所がここしかないよ。弾、これリロードしたらちゃんと弾残るのかな。行くぞ。開かねえ。こっちか。こっ、 あ、さっきの鍵でここ開けたってこと。あ、ここで戻ってくるわけだ。ここが開通した。一番最初はこっから入ってきたから開通しましたね。鍵はね、このホールの鍵は使いっきりじゃないみたいだ。ここ行くのかな。何がここで起こったんだって書いてある。確かにな、これこれはひどいだろう。なんでそのもう扉から血が出てきてるんだ。ああ、開いちゃったよ。
ここ俺が撮ってきたとこで、ここにさっきの2体がいて、下行ってないんだな俺。なにこれ下、嫌な予感がする。あ、てかもう主観モードにすると怖い。あ、やだ、いる、絶対いる、いるいるいる、音楽がいる。あ、いないいなかった。音楽怖い、音楽やめろ。外出たい、もういいじゃないか、俺が先に出たら。あ、弾がある。ちょっと気持ちよくなった。ウェイッ、はい、こんにちは、いらっしゃい。メイドの土産にもう一発もらっとけ。よし、弾がなくなったんでリロードします。よし、一体だけだな。よし、よかったよかった。行くとした、おお、もう音楽怖えな音楽の方が怖えわ。ここの先は進んでないんじゃないか。違うか、ここに戻るのか。1階だよねこれな。赤ちゃんにしてずいぶんのぶとい声だね。ここ違うか、初めて来た、初めて来たとこだ。でエレベーターがあるね、1階。さっきの部屋入るか。始まらねえもんな、入るぞ。入れねえ。はい、入れちゃった。はいはい、無理無理もう目の前のドア閉まってるとか無理無理。さあエレベーター先に調べよう。まあこれだったら大丈夫だ。おお、乗れた。随分とあれですね、凝ってますね、エレベーターの仕事。お、4階来た。タイザー4階だ。でもこれで先進んじゃうとあれだな。あの開かねえジャムッターってこう引っかかってるみたいな。もう先に進むしかない。あそこ攻略しときたかったな。でも弾もいっぱいあるし、行きますかね。ちゃちゃっと俺の力を見せしめて、やめろよ。よし、これ読む。お、コード4つ目が来た。 This one was a good one, very nice to kill. こいつは、この子は殺すにはとてもいい。 Easy to cut with my knife, like to the cut food. カットフードっていうから、なんつうんだろうな。まあ、ナイフで切りやすいって書いてありますな。はい、こんにちは。俺思ったんだけどさ、4階にいて助けてくれってさ、いろいろ調べてるうちにこういう怪奇文書、なんか殺戮者みたいなが書いた文書みたいなのが見つかるってことは、その俺が助けようとしてるやつは殺戮者なんじゃないか。そんな気がするんだけど、気のせいで。なんで音楽やめるんだよお前この野郎。音楽つけろよ。なんか音楽ない方が、うわー、インヒアこの中にいるっていう。この先にいるのか、こっちか。こっちじゃないな、この先か。あ、あ、もうバカでしょ、こんな入りたくない。くそ、はめられた、まんまとはめられた。これ殺戮者が助けてくれってわざと文章送って、この部屋の中にいるみたいだ。くそ、どうしよっかな。あー、どうしよっかなこれな。嵐の前のなんとやらもう先で待ってるって言って、インヒアってメール来たからな。大さ、覚悟決めていくか。この血みどろの扉の中にいるってよ、やつが。俺が助け出さなきゃいけないやつが。ヘルプだパーソンオフだフォースフルア、4階にいる人を助けなさい。
あれか、あの助けるっていう意味はさ、なんかこの世知辛い世界から解放してあげるとかそういう意味だったんだな。分かった、行くぞ。な、ちょっと考え直させて。ちょっとトイレ行ってくるから、皆さんこの血みどろのドアからやつが出てこないか見張っといてくださいね。俺トイレ行ってくるからね。あー、すっきりした。大丈夫だったか。じゃあ行くぞ。まあ見た感じ、また右の部屋があって、あーもうこん中にいるっていうけど、行きたくねえな。行くぞ。あ、イベント始まった。おお、血みどろの部屋になってる。キーが中に入ってるって。うわー、なんか入ってきた、入ってきた。バカでしょ、来るでしょこれ。こんな無残な死に方するか。普通睡眠薬みたいなの飲んでるな。寝かされて惨殺されたような感じがするな。助けてくれって送ったのは本当にいたけど、さっき殺されて携帯奪われてこの中にいるってそいつから来たのかな。左にいると思わせて右から来るみたいなパターン。あ、もうなんて絶対いるとこに行かなきゃいけないんだ。おかしいだろ、選択肢があるだろ普通は。こう家の中から悲鳴が聞こえました、中に入って助けますか、はい、いいえみたいなさ、いいえって選んでもいいんじゃないかな。もうこう左行ったらいるとか、もう、えあれ、いない。いないな。外は？あ、なんか始まった。こっから下に降りれるかって出た。多分もしかしたら、うわぁ！そこのドアが吹っ飛んだな。ロープが必要だ。下に降りるのはロープが必要だ。ドアが吹っ飛んだ。ここのドアが吹っ飛んだ。絶対なんか倒せない相手とかそんな気がするな。走ってあっちのドアまで行けば行けるか。どん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 なんかひどくなってくな。何これ、バイオショックみたいな敵いる。こっから撃てばなんとかなるんじゃね。大佐、来た来たぞこれ。でも超怖いやつがいる。手が包丁みたいになってる。あ、来たこれ、ハメパターン。大佐、俺の勝ちだこれ。自分で首切った。あっけないな。ま、俺にかかればざっとこんなもんだろう。震え声。スタンバってたお前の負けだ。ロープと弾薬をいただくぜ。立ち上がるとかなしだぜ。オッケー、逃げろ逃げろ。ロープを使え。あ、下に降りてきた。あ、一番最初のお部屋に戻ったな。結局助けられなかったのか。ちゃんと助けてほしい人いたけど、
システムの穴をつくんじゃない。いやだってあれは無理だろう。本当に助けてほしい人はいたけど、よくわからない変な怪物に殺されてしまったと。あとはこれエレベーターで戻れなかったから下降りて左進んで、外出れば終わりかな。すげえ作り込まれてるね。最後システムの穴ついたけど俺。この状態だとリロードできないのか。片手だとリロードできないとかリアルすぎるだろお前この野郎。超怖かった。そうきたか。もう弾が落ちてる時点で奴がいると思ったよ。ああよかった。どうしよう。全弾ウッド倒したけど今ボスじゃなかったら普通にもう敵として出てくるぞあいつら。リロードができないのかライト出してると。これちょっと超やべえな。これ装備して暗くなったらつけるとか。そんな右とかにいそう。右にいる。すごいな。あれこんなもんさっきなかったはずだぞ。行き止まりになってる。途中でリロードしちゃうと全部なくなっちゃうな弾が。ああ間違えて撃った。マジか。これラストスパートみたいな。変わってないな。これは変わってない変わってない。エレベーターは？エレベーター動かない。マジでか。あこっからも出られない。こっから来たはずなのに。あれ封鎖されてる。あれ取れないし。あーここ入れちゃうか。あ何何何何何何何真っ白真っ白真っ白。怖い。なんか急にドーンはやめて。ドーンはやめて。歩ける歩ける。ちょ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 音がね、左、右、ここちょうど真ん中なんだ。今左と右と画面を動かしてるんだが、ちょうど音が真ん中に来るとこあるな。そこまっすぐ行こうか。あのね、急にドーンはやだ、ドーンはやだ。ドーン勘弁して、イヤホン外していいかな。ドーンだけは俺ちょっと苦手なんだ。バグじゃないともこれは演出だな。あ、バグなのかこれ。あ、バグじゃないかこれ。あ、バグったバグったバグった。大佐止まった。ちょっと俺セーブしてないんだけど。こっから先まだセーブしてないと思うんだけど。いい夢だったよ。なんだバグか。びっくりさせやがって。もうちょっとバグったんだな。待ってな。散々ビビらせといてバグかこの野郎。もう展開分かってるからサクサクと行こうか。
あれ、進む場所はここで合ってたかな。ここで合ってるかな。3階の3階、俺が来たところか。ここが開通して、なんかそう、ヒットみたいなのが書いてあったんだね。ヒットを見つけるにはなんとかかんとかって書いてあったな。So only the personallyCan access it by a secret code. I guess to no kidding will find that out. それを探すのは不可能的なことを書いてあるのかな。何なんだろうな。あれ、こっから先どうやって進むんだっけ。エレベーター、あ、1階の、そうだ、1階のとこから乗れるのか。この部屋か。一番下の階だ。確かに言う通りだ。リロードしよう。この部屋行くか。問題の部屋に来たぞ。ちょっと近いんだよな。おし、あ、こんなところにセーブポイントあった。セーブしとこう。